さん、この部屋すげえな。まるで血の色だ。なんか気分が悪くなってくる。これだね、大きな大きな赤い石。クローリーが作った赤きエリクシル。これを壊せば今度こそ奴は。兄さん、あれ。ミイラだ。シャムシッドの王様かな。かもしれねえな。けどそれより今は石を壊すことが先決だ。そうだね。でもこれどうやって壊せばいいんだろう。とりあえず石を下ろそう。うわ、カツギ触っちゃ危ないよ。大佐たちもいつまで持ちこたえていられるかわかんねえ。グズグズしてる暇は。ここはどこだ。俺は一体。あの光は。この光は。ちぎりを交わしたあの日から喜びも悲しみも全てを共にしてきたではないか。君はなぜ私を置いていったのだ。諦めることなどできようか。諦めることなどできぬ。よみがえれ王妃よ、永遠の生とともに。今のは昔のレビスの王の記憶。私は絶対に諦めない。必ず君を生き返らせてみせる。なくした恋人をよみがえらせるか。切ない話だな。俺でよけりゃいくらでも力になるぜ。すまない、アーレン。私はゴーレムの秘術のわずかな可能性にかけてみたい。で、その恋人の名前は何て言うんだ？エルマ。エルマ。クラウリー、どうして？私、確か死んだはずじゃ。エルマ。よかったな、クローリー、本当によかった。今のはクローリーの嘘だ、嘘。もう一度、次こそは完全なエルマを。クローリー、もうやめよう。何度蘇らせたって結局いつかは泥水になっちまう。最初から無理だったんだ。死者を蘇らせるだなんて。俺たちは神じゃない。黙れ、アーレン。お前は私の言うことを素直に聞いていればいいのだ。クローリー、やはりあれが必要なのか。私は後悔などしない。エルマの命は他の誰よりも尊い。たとえ悪魔と叫ばれようと、その赤き光、エリクシルという名の奇跡で私のエルマを、完全なるエルマを作り出す。クローリー、お前にはついてけない。ごめんよ、エルマ。お願いよ、クローリー。これ以上過ちを犯さないで。あなたが苦しむ必要はないの。私が消えてゆく。私は死んだままでいい。でないとまた誰かを傷つけて。私が壊れる。いつあなたに襲いいかかるかわからない。苦しい。私は死なない。エルバと永遠の愛を誓ったのだ。私の魂をこのゴーレムの体に。私は全てを取り戻す。クローリー、あいつはまだ何かあるのか。必ず君を生き返らせてみせる。後悔などしない。エルマの命は他の誰よりも尊い。僕だって兄さんを元に戻してやりたい。やめろ、やめてくれ、やめろ。幼き錬金術師、私にはわかる。お前の右腕どれほど重いか。お前も私と同じだ。エドワード・エルリ。誰かを守ろうとする決意はどんな奪う力よりも強い。私はそう信じているわ。あの二人の家族のためにも必ず生きて戻る。エド、ある。今まで通り自分の信じた道を進め。行くぞ、鋼の錬金術師。僕が兄さんを守るよ。だから一緒に生きて帰ろう。兄さん、ある。兄さん、兄さん、ある。俺一体。兄さん、急にどうしちゃったの？え？びっくりしたよ。呼びかけても何の反応もないんだから。そっか、俺この赤い石に触れた瞬間立ったまま気を失って。小僧、無事か。アーレンさん、今のは。あの3人だ。化け物を必死で抑えてくれたのが、それも時間の問題だ。急げ小僧。その石が例のエリクシルってやつだな。早くそれを壊すんだ。そうしたくてもどうすら壊せるかわかんねえんだよ。何か特別な方法があるんじゃねえのか。早くそれを言えってんだ。どこかに方法が書いてあった。どうですか。まあ待て、焦らすんじゃねえ。あれ、兄さん？クローリー、あんたは絶対に許されないことをしたんだ。同情なんかしない。自分で選んだ道だろ。でもだからって本当にああするより他になかったのかよ。兄さん。そうか、そのミイラは。小僧、石を壊す方法が分かったぞ。台座の周りに柱みたいなのがあるだろう。どうやら錬成人を分断するために地面を変形させているらしい。それを元の形に戻せば錬成人が完成するってこと？うん、そうだ。それでエリクシルを破壊する準備が整う。そうか、わかった。ここから先はお前らの分野だ。頼んだぞ。錬成人ができたぞ。はあ、これで全てが終わる。行くぞ。うん。錬成人はあんたに残った最後の人間としての心だったんだな、クローリー。急いでここから出よう。ハーレンさん、何やってるんですか？早く。私はここに残るよ。何言ってんだよ。早く逃げなきゃあんたもここでぺしゃんこだぞ。構わんよ。私はここでクローリーたちと運命を共にすることにしよう。私に残っていた最後の使命は解けられた。もう生きながらえる理由はない。クローリーと、そしてエルマと私たちはいつも一緒だった。だから私も彼らと共に一緒にここでゆっくり休もうと思う。バカ野郎、最後の使命だかいつも一緒だか知らねえけど、あんたまで死ぬ理由になんかならねえだろ。いいんだよ、もう決めたことだ。ありがとう、鋼の錬金術師君。ふざけんな。俺の目の前でそんな夢見の悪いことさせるか。あるオッケー。何をする。 やめろ。あんまり暴れると僕のお腹に閉じ込めるよ。おい、こら。よし、行くぞ。やめろ、下ろしてくれ。私は最愛の恋人をよみがえらせたい。ただそれだけの男の執念の結末か。悲劇ですな。兄さん、今何を考えてる？アルと同じこと考えてるよ。名前さえもらえないないがみんなによりも降りしきり止まない雨よりも吹きすさぶ風より怖いものは孤独という深すぎる闇よ、誰かに気づいてもらえ誰かに分かってもらえたなら、君はただそれだけを望んでる。願いは届く太陽へ向かうストーリー。炎の大佐さん、急に軍を動かすから一体何事かと思ったら、なるほどね、こういうことだったんだ。あいつを倒すなんて鋼のおちびちゃんも案外やってくれるじゃない。もう石は十分に作らせたし、ここを失ったところで私たちの計画には何の支障もないわ。でもさ、あの大きな石は少し残念だったよね。大きくても所詮は不完全品。これからの私たちには必要のないものよ。それにあの男、最近は私たちにも従わず勝手なことをし始めていたからね。始末する手間も省けたし、余計な仕事が一つ減って助かったって感じ。糸の切れた操り人形に存在価値なんてないわ。無様ね、ジャック・クローリー。無様、無様。鋼の坊や、あなたはもう少しだけ生かしておいてあげる。私たちの計画、今にその身をもって知ることになるのだから。本当に楽しい旅でしたわ。おっと、はあ、間に合った。これでやっとセントラルに行けるな。ずいぶんいろんなことがあったから、すごく遠回りになっちゃったね。ご苦労であったな、エドワード・エルリック。良い働きだったぞ。良い働きはいいけど、その割には誰一人見送りに来ないってのはどうなってんだろうね。東方司令部の者たちも皆忙しいのだ。それからアーレン殿だが、あれからまた旧シャムシッドの町に戻ってしまった。シャムシッドに？余生はあそこで過ごすと言って聞かんのだ。まだ調べなければならんことがあるので、一般人は立ち入り禁止なのだが。またクローリーさんのこと考えてるの？もしかして僕たちもクローリーさんと何も変わらないのかもしれない。一歩間違えてたら僕たちがクローリーさんになって。間違わないさ。俺たちはその一歩だけは間違わない。俺たちは絶対自分たちのために他の誰かを代償になんかしたりしない。兄さん、自分の幸せのために他人を犠牲にするなんて、そんなのは等価交換じゃないんだ。だから俺たちは別の自分たちの道。なんだよ少佐、今回の一件で大きく成長したようだな、エドワード・エルリック。何、大きく成長してる？